トレス。皆さん、伝説の三聖獣炎帝雷光水空はご存知でしょうか？自分はこの3体なら炎帝が好きです。そこで今回は伝説の三聖獣は生前ブースター、サンダース、シャワーズだったという話をしていきたいと思います。てか関係ないけど、最近作業中自分家の猫がこんな感じです。ちょっとユキちゃんやめて。ユキちゃん、ユキちゃん、ユキちゃんやめて。ちょっと下行ってる、下行ってる。というわけで、よかったら最後まで聞いてってください。三聖獣の伝説。三聖獣は第二世代金銀で初登場しました。この3体が誕生した伝説を皆さんはご存知でしょうか？エンジュシティ、金の塔が焼け落ちた際、3体のポケモンが巻き込まれ亡くなったとされるが、それを見て悲しんだ法王が新たな命を与えた姿って話があります。え、法王強すぎない？もう神じゃん。それやっちゃったら回復力するとかいらんじゃん。三聖獣は元ブイズ。まず共通点としてタイプです。三聖獣とブイズ3体のタイプが完全に一致しています。種族値を見ていきます。素早さ以外、基本的にサンダースの上位互換といった数字になっています。素早さも大きくなったと考えれば数字が下がるのも普通に感じます。シャワーズとスイ君はどちらとも特防 HP が優れてたり、ブースターとエンテイも攻撃に優れてたり、共通する部分が多いです。そして決定づけるもう一つの理由、それはエンジュシティで戦うトレーナーマイコハンの使うポケモンが全員ブイズの進化先なんです。とまあこんな感じで、伝説の三聖獣は生前ブイズだったという話でした。ちなみにこの三聖獣が人嫌いなのは、この体に転生した時人間に不気味がられてひどい仕打ちを受けたかららしいです。ああ、かわいそうに。生まれてきたことがかわいそうだ。これ似てない今の。いい感じじゃない？うん。ちょっとでもこの動画が面白かったらチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。